はい、皆さんこんにちは、ワナイグリフィッシュです。信長の野望創造戦国理事伝、村上義清外交禁止の鬼畜難易度プレイ、続きをやっていきたいと思います。今回は第4回目第4話ということになると思います。まあここまではね、無難に砥石城を上杉勢から守るということをね、再三にわたってやってきました。で、前回はですね、最後北条と上杉勢の戦いで、まあ、あの有名な川越野戦で上杉勢が敗北したことによって上杉の勢力が弱体化した隙を縫ってですね、画面中央小諸城、こちらを奪取することに成功しました。ただこの小諸城を奪取した直後に武田勢がこの小諸城へと進軍を開始しているという情報が寄せられています。ですので今回はこの小諸城の防衛戦から始めていきましょう。でこの小諸城なんですけど、まあ攻め取ったばっかりということもあってですね、実はまだ城の修復が十分に終わっていない、そんな状況の中まさかの武田がハイエナ行動に出てくるというですね、かなりピンチな状態になってるんですけども、まあ、しっかりここは取ったばっかりの小諸城を守りましょう。まずは止まれ、さらに小諸城に4000か、合計でどうだろう、1万ぐらいの軍勢になるのかな。行くぞ。この小諸城は絶対守りたいんで、我が策、戦場を制す。行くぞ。こら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 、出ちゃダメよそこから。承知いたしました。お任せください。武田晴信自ら来たのか。いや厳しい戦いになるな。かかる。まずは馬場信春がただこっちの城の耐久が残ってる方に来てくれたというのは大きいな。ここでしっかり馬場信春の軍勢を退けましょう。かしこまりました。これが戦の作法よ。聞くぞ。じゃあ信玄がこっちか。厳しいな、この信玄をどう撃退するかだな。春信があっという間にやられた。宿命の戦いですからね、信玄と義清が。砥石崩れといって、まあね、あの村上義清が信玄を撃破した戦いがあるんですが、いやーここは厳しいな。我らが一度とくとご覧あれ、会えるぞ。ぐは、さすがは信玄というところかな。厳しいな、どうしようかな。これが戦の作法よ。これ攻めの目戦っても兵を死なせるだけだな。敵が城内に侵入しました。畜生、小諸城を失うのか、取ったばっかりの。味わうがよい。退却せよ。敵が我が城内に向かっております。我が方の城、城を奪われたか。いやー厳しいね。長野家も小諸城にめがけてくる。これは何だったんだろうっていう感じだな。小諸城を取ったさっきの戦いは。出陣するぞ。これは武田とことを構えてしまったな。どうなるんだろうこの先。いやー小諸城を失陥したがあっさり。
あっさり失敗しましたね。まあ幸いなことに捕獲された武将とかがいなかっただけまだマシだと考えた方がいいのかな。そうすると前向きに考えるだったらそうですよね。今一刻も早く兵力を回復しないと。すいません失礼しました。さあどうしようかな。いや厳しいな本当に。まあちょっと今できることすぐにないのでここは一旦投資を入れておきましょう。武将の数も少ないのであまりいろいろできないというところと、あと兵力をやっぱりすぐにでも回復しないと武田の軍勢がまたすぐ多分攻め寄せてくる可能性が高いですよね。そうなるとやっぱ統治所とかも欲しかったな。ご命令を先月の終始です。さっき6000いた兵全部根こそぎ武田に刈り取られましたからね。来たよ来たよ鳥市場に。ちょっと待ってくれ、ここに来て一気にピンチになってきたな。なんか雪崩式に終わりそうな気がするぞ。大丈夫か。ギリギリまで兵を回復して桂王女から兵を出陣させましょう。出るぞ必ずや勝つ。いや厳しいな、武田は容赦ないな。出るぞ必ずや勝つ。なんか出陣します。上杉勢みたいに手ぬるくないですね、攻撃の簡単に好きというか。お任せください。まあただここは砥石城を抜かれるわけにはいかないので、砥石城で敵を撃退していきましょう。始めろ。我に続け。お任せください。まあ、この城の防御力だけがね、唯一の頼みですからね。承知いたしました。よし、まずは馬場春の防御撃破した。あとは内藤正人よだけだな。ここが勝負どころよ。この攻め見切れない。遊びは終わりだ。よし撃破に成功したぞ。この調子でとりあえず兵力を回復していかないと。表情を始めましょう。先月の終始です。ちょっとでも城の耐久を回復させましょう。遅れたことによって兵力を失ったな。大丈夫か。91か。マジか。お任せください。今みたいなミスが命取りになるからな本当に。かかれかかれ。前に出ちゃダメだよ、危ないよ。承知いたしました。でここの城門がもう突破されるね。ちょっと中に退却しましょう。かしこまりました。これ
なに、ここで神速、城門が破壊されました。ここで神速か、やられた。まさかあそこで神速やられると思わなかったな。まずいな、これは砥石城が失冠するぞ。一度砥石城を落とされたらもうちょっとその砥石城を取り返すことはできない。始めろ。まずいな。いやー、小諸城なんかに手を出すんじゃなかった。かかれ。いやいや、武田さんは何がしたいんだ。来るなら早く来い。かかれ。城門を突破されたらもう終わりだ。これで決まりだ。やってくれるな。かかれ。何。退けた。このあと軍勢が続くかどうかだな、敵方の。これまだ来るってなると本当に危ないぞ。よし、一旦敵はいなくなった。ここで急いで戻り、急いで修復しましょう。いや、かなり綱渡りの戦いになってますけどね、まあ、ここは将軍家の話になってますね。ご命令を。先月の収支です。報告いたす。いや、もう大至急修復しましょう。で、同じく大至急取引をして鉄を買っておきましょう。御用を受けたまわります。いやー、黒人衆が周りにいないからな、どうにもならないな。味方してくれる人たちも皆無と言っていい。厳しい戦いが続きそうですね。待ってくれ、このタイミングで砥石城とかマジで無理だ。待ってくれ、砥石城の防御力はどうなってる。耐久はほとんど回復しかけているといえば仕掛けてるな。よし、これだったらまだ戦えるぞ。ギリギリまで敵を引きつけましょう。城が取り囲まれました。表情を始めましょう。報告いたす。で、敵方は信繁が1200、春信が3100。春信だな。信玄が怖い。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。何、敵の数が増えてる。いやー、これこらえられるのか。本当に200しかないっていうのがきついよな。お任せください。行くぞ。こちらの門はすでに突破されてるね。晴信が来たか。行きます。
続きなさい。ここが勝負どころよ。教えてやろう、我が戦を。かかれ。かしこまりました。まあ、春信を絶対この門を通さないというのが重要になってきますね。ここまでだな。門を突破されるので引きましょう。本丸まで敵が我が領内に向かっております。かかれ。ここは引きます。城門が破壊されました。何モグラ攻めだと。いやー、小諸城とかマジトラップだな。かかれ。承知いたしました。かしこまりました。では何とか信玄を退けたぞ。これでまたちょっとでもいいので回復しましょう。ちょっと待ってくれ。上から誰が来る。いや高梨さん、今来ちゃダメだよ。そこから1200だったらこらえられるかな。長尾も進行してきたか。ついに、うわ、今度は宇佐美が遠い事情。ちょっと待ってくれ、マジで無理だなこれ。どうする。ご命令を。先月の終始です。いやー、どうしようもないな。マジか。いやー、小諸城のトラップだわ本当に。小諸トラップだな本当に。出るぞ。必ずや勝つ。とりあえずこの柿崎が来る前に高梨を撃破しましょう。それしかない。進め。一旦兵を返して。何、今は戻ってる暇はないって。兵を二手に分けたいだけなんだけど。がぁ、そうこうしているうちに取り囲まれた。進め。かかれ。行くぞ。いざ参る。柿崎をどう撃破するかだな。柿崎がどっちに向かうかを見極めましょう。行くぞ。こんな日もある。我に続け。いや本当にボロボロだなこれ。どこまで戦えるんだ。今回で終わりっていうのだけは避けたいな。ここは一旦敵を退けられたとしても、長尾からも波状攻撃を食らうとちょっと耐えられないよな。これで決めるぞ。これで決めます。やっぱり信玄グラスと城門を挟んで対峙しない、直接対峙するとあっという間に兵が削られるというのが先ほどの戦いでよく分かりましたからね。今度は宇佐美か。待機せよ。出るぞ。必ずや勝つ。もう砥石に行くぞ。
カツラオと信玄と謙信から攻め立てられてもうなんていうのかな、休まる時がないで、信玄さっきモグラ攻め持ってましたよね。からあれ信玄がモグラ攻めで本丸になだれ込んでくるっていうことを考えると、もう肝を冷やすしかないな。承知いたしました。だ行こう、退却せよ。なんとか生き残ることができたな。起乗する。もうやめてくれ、しばらくパオーンっていう音聞きたくないな。表情を始めましょう。とりあえず今できることは城の修復を大至急でやりましょう。まず投資を戻しましょう。今投資なんかしてる時じゃない。御用を受けたまわります。で代わりに修復に当てましょう。でさらに回収したいけど、いや米もなくなってきてるな。籠城が続いた分次の10月まで持つのか。いやー非常に厳しい戦いが続いてますが、なんとかこらえてこらえてこらえていくしかないというところでですね、まあ、ちょっと今回は少し短めですが、まあ、武田勢長尾勢、まあ、信玄謙信両方から攻められるというね、もうかつてないピンチに陥ってますけども、しっかりとこの信濃守りきりましょう。というわけで続きはまた次回プレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。